はい、というわけで今回はね、おかかでございます。これセブンイレブンのおにぎり屋っていうのがね、ありましたね。おにぎり屋というのがあって、そのおにぎり屋で、セブンイレブン最近出してるんですよ。おにぎり屋っていうのね。で、それでおにぎりにこだわりましたっていう感じで出したんですけどね。しかし、この袋っていうのは開けにくいもんでございますな。毎度毎度これに対して思うんですけどね。1、2とか書いてあるだろうっていうのがあるんですけど、ちょっとね、書いてあってもね、開けにくいわな、これな。もうちょっとこれ、改良されてなんとかなりませんかなと思うんですけどね。もうちょっとこう開けやすいような、各コンビニのね、こういうコンビニとか弁当のおにぎりってこう、工夫できないものなのかなというふうに思いますけどね。なぜなら、こうやってあれなんですよね。海苔だけが取れるというね。海苔だけすっぽり取れてしまうという。あるいは海苔自体が切れてしまったら大変もったいない、ことが起きてしまったりするもんですから、もうちょっとそこをなんとかね、これ切りにくいですね。なんとかならんもんかなというふうには思いますけども。ではいただきます。なるほど、パリッとしてるのがいいですね、これね。あ、なんかこれある意味セブンイレブンのおにぎりに近づいてきたよ、これ。パリッとしてるよ。ふっくらっとしてる。やっぱりセブンイレブンのおにぎりが好評だったので、ローソンもそれに追求してきたんだよね。うん、パリッとしてて。で、こう、あ、おかかのね、うん、かつお節の効いた味わいがよくしますね。で、こうなかなか味わいで、いいやつをね、うん、保ってるなと思いますね。で、うん、なかなかな素朴な味と、うん、おかかのね、まろやかさと、うん、味わいが。普通になったもんだよね。で、こう、うん、まあ最初食べた時海苔がパリッとしてるのがいいですよ。で、こうご飯がふっくらと柔らかめで、ほんとセブンイレブンのおにぎりにこう近づいた感じですね。これローソンなんですけども、やっぱおにぎり屋って名乗るだけあって、やっぱいいですね。中にはね、まずいこんなおにぎりってのがあってね、まずいおにぎりとなると、ご飯はパサパサだし、ね、こんなふっくらとしてなくて硬いっていうのがね、あったりするんですが、これはちゃんとふっくらと柔らかくて、おかかの味、これはおかかですけど、おかかの味が、それぞれの具材がぎっしりと詰まってですね、いい感じに仕上がっていて、なかなか美味しいなと思いますね。というわけでどうもありがとうございました。